イドルがお送りするトークありライブありの盛りだくさんの30分番組です。はい、今回 MC を務めますのはえらくやアイドル部福島由香です。最近ちょっとこうやって遠近法試してみようかなって思ってます。よろしくお願いします。何のためにですか？心のために。あ、やばい、そういうこと、うん、やだわはい、イベント担当、いつまでたってもハニーカミン、あっというハート、あなたに分かってほしいの、よくみんなの横田愛美です。ちょっとみんな遠近法し始めるのやめてくださいよ、ほんとも。はい、ラックユーアイドル部営業担当、いつでもあなたのハートに出張します。お酒おしゃべり大好き、セクシーインテリ系セクシーお姉さん、アリネーこと渡辺アリサです。よろしくお願いします。アリネー、この、この、このやばいやばい。はい、監督担当高橋奈々です。専攻は生命科学、一人が大好き理系女です。それでも一度な私と化学反応しませんか。高橋奈々です、よろしくお願いします。いや、もう立たれたら勝てないよね。勝てないねすごいね、みんな行く意味ないよね。なかったですね。戻りましょう。行きますか、うん、毎回通りづらくなっちゃうしね単純にまあね、はい、まあ、そんな私たちなんですけれども、ラクヤアイドル部はラクヤアイドルパスというアイドル専門誌を編集取材をしながらライブ活動を行う、そんなペーパーアイドルです。はい、そしてこの番組は浜松町文化放送1階のサテライトスタジオから毎週公開収録でお送りしております。はい、はい、ということで今夜の放送は10月の27日ということで、はい、ラックアイドルパスボリューム9関東プラス西日本版が発売となりました。イエーイ。発売日はね10月の19日だったわけなんですけれども、はいはい、まあ、うん、私たちもギリギリまで本当頑張りましたから。いや、そうですね、頑張りましたね。やばかった、やばかった。締め切り下半という、まあ、締め切りの日が私の生誕公演の日でして、はい、ね、なぜかねそうなっちゃったんですよ ね、 ね、私もリハーサルいける、はい、いやステージ立てるみたいなねずっと言ってる極限状態でも確かに。いやでも皆さんがねたくさんこうもうグイグイといっぱい編集してくれて、うん、力合わせたおかげで、はい、立派なボリューム9西日本版出来上がったと思っております。よかった、はいはい、なので、まあ、西日本版なんですけれども、うん、あのグラビアページ含め、うん、クーポンページはもちろんですけれども、まあ、東日本版にはないページもね多数ありますので、そちらもねぜひ楽しみにしててほしいなというふうに思います。ちなみに今回も、秋のデート服特集ということで、アイドルたちの、いろんな私服が見れますので、うんうん、かわいい、またねその秋のデート気分を味わえる、そんな一冊になっております。はい、はい、そしてなんですけれども皆さん、前回もちょっとお話ししたんですけれども、はい、私たち大事な大会にエントリーしてるじゃないですか。ですね、これはもう本当にね、はい、結果もなんか中間発表みたいなのが出たりしたんですよね。しちゃったんですよ、ね、しちゃったんですよ。その名も日本タウン誌フリーペーパー大賞2018っていう、全国のフリーペーパー、そしてタウン誌、地域情報誌などなどが募ったもういろいろなね媒体の戦いがあるんですけれども、そちらにラッキーアイドルパス今年もエントリーしておりまして、まあいろんな部門がある中で私たちやっぱり大賞をもちろん狙っているんですよ。もちろんそれはもちろんそうなんですけど、部門で1個読者投票部門っていうのがあります。そちらが1日1票無料で投票できるものなんですけれども、はい、まあ先ほども言った通りね中間発表があって、はい、ついに、そう、1回目の中間発表が何位だと思います？何位でしたっけ？何位だと思います？3位ぐらいじゃなかったでしたっけ？そうだよね、うちらの人気だもんね、うん、はい、うん、ね、県外でした。つらい、びっくりしましたね。え、嘘、ね、10位にも入ってないのみたいな。それはね、今まで前代未聞なんですよ、ちなみに。え、マジっすか。だって、結構2位とか3位とかで入ってくる。まあ、1位はちょっとなかなか難しいんだけど。いや、そうそう、最低でも6位に入ってたね、最初の。やばい、パッと。え、今回マジでやばいじゃないですか。そうだよ。えなんか、決起集会した方が良かったんだよ。そうですね、出た、出た決起集会。いや、本当に。ね、こちら。でも、あの、2回目の中間発表とかもね、ちょっと随時発表されておりまして。そして、なんか今日はランクインをしているっていう噂も聞いたんですよ。そうだ。そうなんですね。でもちょっとこれ後でみんなで見たいなと思ってたので、うん、はい、ちょっとあのホームページからね確認しつつ、はい、でも2回目とか言ってるけど3、4、5とかいっぱいまだまだ戦い続いていきます。11月まで、はいはい、なので皆さんぜひ投票の方お願いいたします。お願いします。9日までです。はい、ということで願いも募ったところで、はい、今夜もペーパーアイドル発表します。記事にするので楽しみにしててください。
この番組はサンスポ PS リポートラックアイドルパスの提供でお送りします。のコーナーをお届けしましょう。エージェントラックユー、イエーイ。はい、このコーナーはですね、編集アイドルである私たちラックユーアイドル部が番組にゲストに来てほしいアイドルに自ら選出、ブッキング、交渉を行う体当たり企画となっております。はい、それでは早速ですけれども、今回交渉してきたゲストの方に登場してもらいましょう。パルフェさんです、どうぞ。着座。着座。すごい。一言目からちょっと気になるんですけれども、ね、はい、早速ですけど自己紹介をお願いします。はい、パルフェのリーダー西山のぞみです。イエイ。赤担当工藤瀬奈です。西山のりこです。イエイ。超バラバラ、教えてあげることがみんなバラバラ、そう情報がね、そう、バカでのりこちゃん、確かにね、確かに一人からね、そうですね、あるなとちょっとね、思ったんです。個性豊かな感じで、はい、ね、はい、ですけども、はい、本日お越しいただいたパルフェさんは、可愛いや完璧という意味を持つパルフェの言葉通り、甘く美しい、あ、美味しい、でも美しいですよ、美味しい、パフェのように愛されることを目指した王道アイドルユニットです。ということで今日はなんとメンバー全員に来ていただきました。イエーイ、ありがとうございます。ね、華やかですね、素晴らしい、本当にいろいろ聞きたいことうちらあるからね。そうですね、いや、もう自己紹介からちょっと突っ込みたいところばっかりだったんですけど、ね、そこね、長くなっちゃうんで、じゃあお願いします。はい、まあ、早速なんですけれども、パルフェさんは今年の5月になんと3周年を迎えたということで、おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そして5月の20日にはパルフェサードワンマンライブデパーチャーゲートというね、ライブを開催されましたけれども、こちらのライブどんなライブでしたか？そうですね、ワンマンライブ3回目、貫禄あるね。やっぱりリーダーですね。3回目ということでね、はい、我々はまあ慣れたもんで、3回目でも緊張しますけど、緊張しましたけどね、しなそうですけどね、皆さんなんかスッといきそう、いや、めちゃめちゃ怖いな、やっぱステージ前になるとやっぱり緊張はどうしてもしない、立った後が結構お客さんの顔を見たりすると安心してね、まあありますけど、どうでしたかのりこさん。そうですね、やっぱ知ってる人だと安心するけど、知らない人たちの前だとドキドキしちゃいます。何の話をしたの？そうそうそう、わかんない、緊張するかしないかのね、なるほどね、なるほどね、やっぱり知ってる人だとね、知ってる人だと安心するんですよね。片言だったのね。そもそもね、そもそも片言ね、そもそも出てきたばっかだね。あ、そうなの。今日はどうですか、緊張してますか？今日とても緊張してます。おお、知らない人たち、知らない人たち、誰がお前らみたいな感じで、徐々に慣れてってください。10分かけてね。そうですね。まだ時間ありますんで。はい、そんなパルフェさんなんですけども、楽曲はどんな曲が多いですか？結構あるじゃないですか。パワフルな。パワフルな。パワフルな曲が多いです。確かに。曲と、あのダンスがちょっと激しめです、ね。激しい。あ、でもドラム多め。ドラム多めみたいな。おお。かっこいい。ガンガンいっちゃう感じですね。ちょっと煽る暇もないぐらい。すごい激しい。でも動き激しいよねとはよく言われる。しかも3人でね、その大きい動きだとね、ますますパワフルにね、行かれると思うんですけれども、
ども、うん、パルフェフさんならではのライブパフォーマンスって何かありますか？うん、私たちならではの持ち味みたいな。歌は生歌でやってます。やっぱこれいいよね、大事だよね、大事。ガジ 100% やってます。生歌 100% で結構じゃあボイトレとかも頑張ってますか？ボイトレもそうですね、ちょいちょいあるんですけど、定期的にはもう個人練習で頑張ってくださいというそんな感じで、あのなんだ、本番で鍛えていくスタイルですかね。あ、ライブ確かに、うん、そうですね、そう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 、こなしてる数で、おもう同じようにボイストレーニングを一緒にね、やってる気持ちで、そうだね。歌声にも注目というところで、はい。そしてですよ、7月の23日に開催した、私たちのですね、ラックン先取りアイドル塾収録ライブに皆さんには出演していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっとね、夏の話になっちゃうんですけども、うん、こちらのちょっとライブのこととかって覚えてます？でも割と早めの時間だったけど、うんうん、来てくれた人がいて、ボルフェさんのファンの子っていっぱいいるんで、すごい暑かったイメージ、うん、暑かった暑かった、暑だからね、うん、確かに夏だから、夏だからというか、うん、室内が暑かった、室内が暑かった、熱気でね、熱気で暑かったみたいなね、うん、でなんかこの日はね、私たちの主催ライブに初めて出てくださって、うん、ね、私たちもね、ちょっとあのライブちょっとだけ見させてもらったんですけど、ちょっとあのめちゃめちゃギャップがありました。なんか、うん、本当にこのパルフェ可愛いみたいなイメージかなと思ってたら、もうガシガシ、確かにさっきおっしゃってた通り、うん、通るね、本当と思ってたんですよ。そしたらでもガシガシでしたから、ガシガシの表現表現やばいな、しげさんみたいな、ギャップに燃えました。だから燃え、逆に燃えたね、もっと見たいと思いました。もっと出てほしいよね、私たちのライブにね、お願いします。はい、そんな皆さんなんですけども、ラックアイドルパスボリューム9関東プラス東日本版にパルフェさんのクーポンも掲載されております。はい、こちらですね、はい、はい、なんとクーポンはとってもお得で、ツーショット写メ無料券でーす。やったー、やろうかな、これいいよね。はい、さらにしなちゃんの私服やインタビューもあるんですよ。はい、実際に撮影に広がりさせてもらいました。探して探して探して、お気に入りのアイドルさんでもいいよ。自分ちょっと待たないで。でももうすでにちらほらそのクーポン使ってシャメ取りに来てくれる人とかもいて、めちゃめちゃ嬉しい。はい、いっぱい使ってほしいし、もうアイドルパスにしか載ってないね、あのいろいろなね、もうクイズじゃなくて質問。私ぜひこれでしなちゃんのことを知ってもらってね、おしゃれな秋服もチェックしてみてください。お願いします。はい、ということでここまでいろいろお話聞いてきましたが、この後はゲストのパルフェさんと一緒に企画コーナーをお届けします。こんな企画をお届けします。ラックユーのアイドル絆調査。イエーイ。はい、こちらはゲストのアイドルさんに〇〇といえばのお題で答えを合わせて、もらうことができるかどうか挑戦してもらい、それでグループの絆を確かめていこう、そんなコーナーとなっております。はい、そしてなんと皆さん全員の答えがちゃんと揃うことができたら、うん、商品券をプレゼントします。やったー。はい、なのでぜひね、皆さん絆の強さを私たちにね、そして皆さんに証明しつつ、うん、商品券目指して頑張ってください。頑張ります。はい、頑張ります。ということでではですね、ラックアイドル部からね、一つずつお題を出していきたいと思います。はい、それでは早速1個目のお題お願いします。はい、私が言っちゃいますね。はい、パルフェさんの強みといえば何ですか？
なるほど、強みの、これはね、強み揃うんじゃないですか、ね、そうだよね、強み、うん、つらみ、つらみだな、つらみじゃん、つらみ、ごめん、つらみ、つらみ、強みでお願いしたい、強み、そうですね、え、どんぐらい長く書いてる、どんぐらい長く書いてる、みんな見ないで、タンニングダメだよ、書くのに何秒かかった、5秒ぐらい、それでわかるの？わかんのかな。いや待って、5秒以上かかるんだけど。のりこちゃんももうかけましたね。マジ？自信ありますか？やば、お姉ちゃんだけだよ。かけたし。かけたし。かけたし。五文字。一番にかけた。五文字？五文字。かけ直しちゃダメですよ、もう。もう皆さん皆さん。一文字足りない。あれあれあれ、もうすでにフラグ立ってるけど。では一斉にね、皆さんの答えを同時に見ていきましょう。それではどうぞ。じゃじゃん。個性豊か、面白さ。おお、これどれもね、私たちピシピシ感じるんだけど、そうですね、正解はちょっとね、揃いませんでした。だね。友達間違いじゃない。いや、ここだけ絶対違う。違う、確かに、まあ、なんか似てるけど、近いけど。顔が面白い。顔が面白い。顔の個性豊か。ずるくない。その解釈はずるくない。やり方があるのか学びました。勉強になります、本当に。いやちょっとね、まあ残念ながらちょっと揃わなかったので、まあ2問目でね、行きましょう、揃えましょう、1個当た、1回当たればいいんですか、揃えばいいんですね、1回でも、とにかく揃ったら一番当たるの、よっしゃ、じゃあ一番問題よしとらって、もう数じゃん、早く、ネクスト、はい、じゃあ次の問題お願いします、はい、丸々の秋といえば、あ、一個しかないよ。これはやばい、当たっちゃうかも。これは当たっちゃうかもしれない。確かにね。確かに。ちょっとこれはもう関係ない。いろんな秋ありますからね。でもね。うん。わかんないぞまだ。丸丸の秋だよね。そうそう。よく言うじゃないですか。そうですね。漢字がわかんない。漢字やってるかな。わかんない。漢字。難しい漢字なの。難しい字よ。もう余裕だから。オッケーオッケー。絵も描いちゃおう。テーマで描ける余裕があるみたいな。はい、すごい、あ、書けましたよ私は、早い、書けましたか、あ、いいんじゃない、みんな書けた、はい、それでは一斉にオープンお願いします、どうぞ、どう、じゃじゃん、お、あ、食べ頃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 、どう、そうですね、秋にならないと食べれない、そう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 、そうそうそう、そうですよね、それを言いたいよね、うちらも、そうそう、サンマとか食べ頃だから、そうそう、食べ頃、秋に食べたいものが食べ頃で、食べたい、そうそう、皆さん食欲も、食にすればなんかもう全部食べる食べる食べる、確かに確かにね、そこを隠して、ちなみにその右上のそれ何ですか、そのなんかもみじ、いやもみじ、もみじ、そんなんでしたっけ、なんだろうね、なんだろうね、松ぼっくりかなと思って、なるほど、これでもまあ通じてるかな、そうです、そうだね、そうですね、これはオッケーだ、オッケーにしましょうか、オッケーだ、結構無理やり感あったけどね、補足説明なかったら、そうです、食べ頃ってだって食べ頃何が食べ頃、今考えてもわけわかんないかもしれない、どの季節でもいけるか、なるほど、強いな、パルフェさん強敵だね、なかなかですね、汗勝とうとしないで、負けちゃうよ、こっちお尻弱いんで、お尻弱いんで、怖いわ、ということで、じゃあ続いてのお題、続けてますね、行っちゃいますか、お願いします、では第3問、じゃじゃん、メンバーの中で一番不思議だなと思う人は誰ですか、なるほど、うん、これねえちょっともうもうなんかちょっとメンバーの中だもんね、でお互いがどう思ってるかがここでわかるってことで、だし一人自分の名前書かないといけない人が出てきますからね、あ、そっか、そう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 、それはやっぱり自分不思議だなって、そう、自分不思議だなって日頃から自覚してないと合わないですかね、これは自覚してもらわないと困る、困るよね、そう信じてる、信じてる、我々サイドから見たらみんな、まあまあみんなの中でも、その中でも本当の宇宙人がいるんです、本当に宇宙人、そんな匂いはさっきからちょっとひしひしと感じつつも、
どうだろう。果たしてね、それぞれがね、どう書いたかですよね。ちょっと、はい、冷や汗かいちゃう。はい、ということで、さあ、書きましたね。はい、書きました。では、一斉に答えを見てみましょう。どうぞ。じゃじゃん。あー、続け、まあのりこちゃんには2票入っていたけれども、うん、ね、うん、お姉ちゃんっていうことだったんで自覚してないってことですね。自分がしてます。してないしてないのにお姉ちゃんって言ったのね。そこは悔しかったんだね。なんか例えばどんなところがやっぱ変だなとか思いますか、うん、どんなところが前に入ってきた時の雰囲気から入ってきた時から何かが違うとオーラが、そうそうそう、おかしい、おかしい、オーラがおかしい、おかしい、えどんな感じで、ね、なんか3人がね、うん、普段 ね、うん、コミュニケーション取ってるのかすごく気になる。な私たちがファッションブランドでいうウィゴーだとしたら、なんか一人だけグッチみたいな、あ飛び抜けちゃってるみたいな、ね、なんかグッチのものを身につけてるわけではないんですけど、うん、イメージの話で、ウィゴー、ウィゴー、グッチみたいな、ファッションのハイブランドみたいな、すごいですよね、その感じが。ということでね、いろんな気になる回答いろいろあったんですけれども、うん、残念ながらここでお時間となってしまいました。はい、はい、ということでね、絆はね、皆さんどうでした？はい、まあ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 まあ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 感じられました。血はもうほぼほぼみんな同じなんで、あここだけなんだろうね。はい、ということでですね、はい、答えがね、はい、一問一致しましたので、うん、はい、皆さんには商品券をプレゼントします。おめでとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。大事に使います。大事に使ってね、皆さんぜひまたさらに絆を深めてください、うん、このお金で、このお金で、お金で、お金商品券ですね、まあ、お金かもしれないけど、元気じゃないですね、開けてみてお楽しみということで、はい、それではここでパルフェさんのライブの模様をご覧いただきたいと思います。曲紹介お願いします。はい、スタートライブです。どうぞ。そう、ずっとここにいるから、世界中でただ一人の君の光でありたいよ。
この番組はサンスポ PS リポートラックユーアイドルパスの提供でお送りしました。アイドル、そろそろお別れのお時間です。バイバイ。ということでパルフェさんからお知らせお願いします。はい、私たちパルフェは10月の29日に松戸競輪場さんでイベントがあります。私たち松戸競輪応援大使をやらせていただいてるんですけど、すごい2年連続、はい、2年連続やらせていただいてます。で、今月の29日にイベントがあるので、ぜひライブもあります。遊びに来てください。お願いします。お願いします。はい、では続いてラックユーからのお知らせです。はい、ラックアイドルパスボリューム9関東プラス東日本版西日本版絶賛発売中です。イエイ。表紙は26時のマスカレードさんになってます。はい、はい、お願いします。はい、そして来年1月7日は新春ラックユーアイドルフェス in ゼップ東京が開催されます。イエーイ。はい、出演者が決まっておりまして、まず26時のマスカレードさん、純情のアフィリアさん、フェスティブさん、きらめきアフォレントさん、あっぱれ原宿さん、ワンダービードさん、サンスポアイドルリポーター SIR さん、そして私たちラックユーアイドル部、そしてトゥーラブトゥースイートバレットさん、レディートゥーキスさん、セイラさん、アキシブプロジェクトさん、ドリーミングモンスターさん、スターフィオレナードさん、ステラビーツさん、ニコニコラバーズさんです。はい、そしてですね、ここで、なんと今日初解禁情報があります。イエーイ。ほんと、なんと、第3弾のですね、出演者の方々を発表したいと思います。はい、まずシャインファインムーブメントさん、東京キュートキュートさん、紳士とどろく劇場のごとくさん、エンラさん、戦国アニマル極楽浄土さんです。お、豪華なメンバーがまた、はい、ね、はい、楽しみ、はい、ということでこちらの方 e プラスで先行チケットを販売しておりまして、はい、11月の30日までとなっておりますので、皆さんぜひぜひ買ってください。よろしくお願いします。はい、そしてこの番組は毎週公開収録でお届けしております。収録は毎週水曜日の午後7時から東京浜松町文化放送1階のサテライトプラス広場にて行っております。次回の公開収録は10月31日です。出演は SIR の皆さんです。収録後にはライブもありますので、皆さんぜひ文化放送に遊びに来てください。そして番組では皆さんからのメールを大募集しています。番組へのご意見ご感想、 SIR、ラックユーアイドル部やゲストさんへの質問など何でもお待ちしています。アドレスはすべて小文字で papr@joqr.net テンパアットマーク joqr.net です。はい、出てない出てないね。はい、はい、来週の放送は SIR のチームエンペラーと、チームデビルがお送りします。またこの番組は YouTube でアーカイブを公開しておりますので、詳しくはですねペーパーアイドルの公式サイトでご確認ください。はい、ということで本日のお相手は福島由香と横田愛美と高橋奈々と渡辺有沙と、そして今夜のゲストのパルフェの西山のぞみと工藤瀬奈と西山のりこでした。ありがとうございました。ありがとうございました。